乗車整理券。乗車整理券とは、1949年、昭和24年5月1日に、旧、国鉄の急行列車、準急行列車や長距離を走る普通列車において、年末、年始やいわゆる月遅れのお盆などの混雑時期に、その列車の始発駅において、乗客の着席確保の便を図り、結果的に乗客整理の一環ともなる。 この携帯の件が発行され始めた。この時は、発駅着席券と呼ばれ、1965年、昭和40年10月1日に、正式な旅客営業規則以下旅機、旅客輸送に関する国、会社などが定めた公式な規則、約款に組み込まれた後、1972年、 昭和47年7月15日に乗車整理券と名前が解消された。券弁に発車5分前までに乗車されなければ、無効などと記載されていたことが示すように、始発駅における着席整理のための券であり、混雑時の改札整理も兼ねていた。しかし、この券を発行する時期については、中間駅での乗車確保が難しくなることや、 東海道新幹線開業前後より全席座席指定の特別急行列車の本数が増えてきたこと、さらに国鉄がすべての列車の座席指定席券を発見するシステムであるマルスシステムを拡充したことにより指定席の確保がしやすくなったことから発行枚数、回数が徐々に減っていき、1976年昭和51年11月6日に 旅客営業規則から当県は削除され、その後もしばらくは発行を続けていたが、次第に消えていった。なお、発見については、一般的な切符の定裁をとっていたが、東北本線、大羽本線、上越線、新越本線など多くの方向に運行している、上野駅や品川駅で運行された際には、色で縁取りをしたワッペなどを配布する形もとっていた。 1984年、昭和59年6月1日、上野駅大宮駅間でホームライナーの運転が開始され、その際に乗車整理券が復活し、徐々に日本全国へ拡大していった。ホームライナーの場合、定員分の着席を保証するために発行しているが、乗車整理券の金額は、会社、列車ごとに任意に決めている。いわゆるホームライナー以外で、 初めて定員制を歌って、東海旅客鉄道、JR 東海の中央本線で1999年、平成11年12月4日から、2013年、平成25年まで運行されていた、セントラルライナーでも、この名称で発行していた。しかし、湘南ライナーなど、東日本旅客鉄道、JR 東日本の東京近郊区間を走る、ホームライナーは、 この件の発行が、全車指定席列車並みとなり、自由席特急券と同額となったことから、ライナー券と名称を変更している。なお、京急ウィング号、京浜急行電鉄や TJ ライナー、東部東上線については正式な名称は、着席整理券であるが、同様の運行形態及び発見システムを有していることから、乗車整理券を発行する列車の一種といえる。 1985年8月に北海道でホームライナーを運行を開始した当初、函館本線手稲駅札幌駅間は 10.6km と最初に運行を開始した運行系統としては、宇都宮線の名称が現在使われる東北本線、上野大宮駅間の 26.9km に比べ短く、また首都圏と違い利用規模が小さい札幌都市圏での 運用開始であったことから、料金設定を当時の旅客運輸規則による300円とせず、貸し切り団体扱いとして100円に設定した。このため、会員制販売と称された。しかし、当時の運輸省から不特定多数の個人利用に際して、団体扱いで発行はおかしい旨の注意を日本国有鉄道が受け、以降形式上貸し切り団体扱いとせず、 割引として販売されている。このため、後に運行区間を、小樽駅札幌駅間とした際に、33.8km を乗車する小樽駅発では300円の料金を記し、従来の定年駅発では割引いた100円の料金を記している。上に掲げた通り、当初の目的は、始発駅での整理であり、中間停車駅での乗車を前提とはしていなかった。 そのため、東海旅客鉄道 JR 東海で発行した乗車整理券では5車と列が指定されており、一列4席 AD 席のうちのどこに座っても良い方式を採用していた。なお、西日本旅客鉄道 JR 西日本が運行するホームライナーであるハン和ライナーやマト寺ライナーでは2011年の廃止までこの発見方式を採用していた。 乗車整理券の券面には、X 月 Y 比列車名 N 号車 O 番という形式で表示されている。つまり、A 駅では N 号車の O 番から P 番までが割り振られ、以下 B 駅では N 号車の Q 番から R 番という形で座席が各駅に入り振られていることになる。発行枚数を限定するだけではなく、号車、列を指定する意図は、 前列から順番に乗客を詰めて座らせることにより、車掌が検察業務を行いやすくする意図や、着席に関する乗客間の無用のトラブルを防ぐ意図、そして乗車整理券を持った客を優先的に着席させるためという意図があった。従来、乗車整理券は基本的にプラットフォーム上に設置された専用の券売機でしか購入できなかった。あらかじめ列車ごとに、 各駅での発行枚数が割り当てられており、券売機上部に直近の列車の残り枚数が表示されていた。券売機が設置されていない、かまど駅、竹しなみ駅、美濃坂本駅の各駅では、駅窓口で販売を行っていた。各駅での割り当て座席数が完全に固定されているため、A 駅の割り当て分が完売してしまうと、 A 駅ではもう乗車整理券の購入はできない。A 駅で割り当て枚数を超える乗車希望客がいたとしても、A 駅割り当て分が完売してしまえば、次の B 駅分に空席があったとしても、A 駅の乗客にはそれが把握できない。その結果、A 駅で積み残し客がいたにもかかわらず、B 駅では空席を残して列車が発車するという不合理な事態が発生した。これは、 当初の設定時の初駅着席券が想定していなかった途中駅での発券を合車指定という形で運用していたことから起こった事態である。そのため座席指定システムに対する改善が望まれていた。JR 東海ではこれらの欠点を改善するため2006年平成18年3月18日のダイヤ改正を機に乗車整理券の発券システムを変更した。 座席情報は、マルスとは別に収容され、緑の窓口では購入はできない JR、東海独自のシステムとなっており、券売機のみの発売となっている。従来、号車と列のみの指定であったものが、席番まで指定されるようになった。さらに、リアルタイムで座席の管理ができるようになったことにより、4人、までは、整理券を同時購入すれば隣接する席が割り振られるようになり、 前述の不合理な空席の問題も解決した。また、発見システム変更後は原則として、コンコースに設置された乗車券と共用の同券売機で購入するようになり、当日の分であれば直近列車以外の乗車整理券も購入可能となった。名古屋駅、築西駅では例外的にプラットホームにも専用券売機を設置していた。東日本旅客鉄道。 JR 東日本管内のうち、東京近郊区管内では乗車整理券の名称をライナー券としている。もともとは、ホームライナーに乗るために必要な切符としては、乗車整理券が用いられていたが、ホームライナーが単なる特急車両の回送列車の前運用からごく短距離を走行する通勤特急としての色合いを強めてきたことから、東京近郊区管内を走る。 特急料金で最低区間となる 50km までのものと同額である500円に設定し、同時に名称を変更した。その後消費税率引上げに伴い、2014年、平成26年4月からは510円、2019年、令和元年10月からは520円に改定されている。発行手続きも乗車日前日の午前10時、または、 列車の発車約1時間前から乗車駅で発売する当日券を購入するのが通例だが下り列車については1ヶ月前より首都圏の緑の窓口で発売するしかし変更払い戻しができない形をとっているなおこの扱いを行っているのは東京近郊区間内を走るホームライナーと湘南ライナーのみであるかつて運行されていた中央ライナー 青梅ライナーの東京発列車については、東京駅中央本線ホームが、いわゆる島式ホーム一面二線のみであり、二線とも短時間で交互に折り返し運転を行っており、その特殊性から従来の豪車定員制では乗車の際に乗車位置を指定できないことから、座席の指定を行っていた。上りの湘南ライナー、おはようライナー新宿については、一ヶ月単位で、 定期券と組み合わせるライナーセット券を発行している。上社月の前月1日の14時から上社月の前月2日前の21時までが発売期間となっている。例えば、6月分のセット券は5月1日の14時から5月30日の21時までが発売期間になる。発売額は同期間の月から金までの祝日を除く日数520円。 月にも夜がおよそ1万円程度となる。毎日券売機で購入する手間が省けるため、当日で売り切れることが多々あった。それゆえ、ライナーセット券は、プラチナチケットと称されることもある。そのため、セット券購入のために徹夜組が並んだことがある。その名残りとして、現在でもセット券発売日の8時から、整理券を配布している。 ワンマン運転を行う路線バスや路面電車や列車内、または無人駅で運転士が運賃受受を行う際に乗車する区間によって異なる運賃を調する場合、乗車した地点を確認するために乗車時に車内内は、車外で発行する乗車確認をするための証明書の一種。一般的には整理券と呼ばれる。その性格から、 乗車後運賃受受を行う際に紛失した場合には、その運行区間の最高額を請求される場合がある。また事業者によっては、始発地の整理券番号が0であったり、1であったり、また発行しない場合もある。なお、始発地で発行しない場合、運賃表示機には無券、またはなしと表示されている。路線によっては、自動放送装置によるアナウンスで、 終点とアナウンスしていても、それはそのバスや列車の運転系統の奇襲点であって、真の奇襲点となるバス停や駅はそこからさらに奥にいるたところにある場合があり、この場合は扱いとしては途中での折り返しになることがある。この扱いになる場合は、運賃表示機が真の奇襲点から該当するバス停、あるいは該当駅までの運賃列記した状態となる場合が多く、 始発駅や始発バス停が無権になる路線といえども、整理券が発見されることになる。なお、整理券発行機に、始発駅では、整理券を発券しませんと明記される場合もある。例、JR 東海巨波11系起動車など。過去に存在していた京阪宇治交通では、整理券の故障を、発駅券としていた。その子会社であった京阪宇治バス、現、 京都京阪バスも2003年の運営開始当初は、発駅券と呼んでいたが後に、利券へと変更した。なお、現在でも、公弱交通が、発駅券と称している。乗車票は、定期券やバス共通カードなどのプリペイドカードや、パスモやニモカなどの IC 乗車券では、不要になる場合がある。全車はあらかじめ区間が定められており、また運賃受注を済ませていることから、 後者の場合は乗車確認証明をプリペイドカード等に記録させ、それを後車時に運賃受事の際に生産機で確認することが可能だからである。しかし、事業者によっては乗車時にカードリーダーを通す代わりにバーコード付きの乗車票を受け取り、後車時にそれを運賃箱に投入して読み込ませて、運賃を表示させてプリペイドカードを通して生産する方式を取っていることがあり。 その場合は、乗車票を取る必要がある。また、定期権利用でも、乗車票を必要とする場合については、降車時に乗車票を運賃箱に投入して降車する。これは、なお、無人駅、または早朝、深夜で駅員が、不在の場合に発行されるもので、降車駅でこれを提示し運賃の生産を行うために、発行するものは、乗車票、整理券とは呼ばず、 乗車駅証明書と呼んでいる。ただし一般向けの案内では、社内の発行機で乗車駅証明書を発行する形態のものについては、より一般的な言葉である、整理券とい故障を用いることが多い。一方、駅に発行機を設置している場合、備え付けてある場合も含むは、乗車駅証明書という故障が用いられるのが、普通である。なお、 近畿日本鉄道の無人駅に設置された発行機では乗車票の故障が用いられている。その他、乗車証明書というものもあるが、これは、ある特定の列車、または特定の路線を利用した場合に、鉄道事業者側が記念品として利用者に配布するもので、乗車駅証明書とは直接関係がない。言葉としては、乗車駅証明書と乗車証明書が混同されることも、 ある。JR 東日本では人件費の削減を目的に自動改札を導入しているが整理券や乗車駅証明書は自動改札に対応していないため駅員のいる改札を経営する必要がある。鉄道マニア関連のテーマが多いことで知られるテレビ番組タモリクラブでは2011年3月4日全国で最も オンエアの早い首都圏放映基準に解剖。バス運賃箱という特集を放映し、小田原機器の社屋において様々な運賃箱が紹介された。この中で同社が制作、発売した日本初のバス用整理券発行機が紹介されている。この機械は損のような形をしており、中には演習場に12本の筒を装備、それぞれの筒の中に 色と刻印番号の異なる新淵のプラスチック板が入っており、前払い式食堂では現在も似たような板が使われている刻印した紙でなくこのプラスチック板を整理券として生もの。番組中では群馬中央バスの社名が入った板がこの発光器の中に入れられていた。なお口日のバーコード式も紹介されている。前述のようにバーコードを記した整理券や IC 整理券を発行する路線バスがある。整理券読み取り機能付き運賃箱と連動し、整理券を読み取って運賃箱に運賃を表示し、運賃収受の正確性を期している。さらに、整理券のバーコードは、整理券番号だけでなく、停留所コードをバーコード印字しているものもある。IC 整理券は前日のデータを内部に記録する。 この整理券と運賃箱が連動することで、どのバスに、どこから、どこまで、何人が乗車していたかという旅客流動データを取得することが可能である。例として、演習鉄道では、整理券から得た情報に加え、同社発行の IC カード乗車券、ナイスパス発行時に登録された住所データも併用し、いつ、どこに住んでいる、どのような年齢層の利用者が、どこから、 どこまで利用したというデータを蓄積、分析し、ダイヤ編成や、経由値変更などに活用している事例もある。IC 整理券を発行する、路線バスで、整理券番号が印字されない会社もある。乗車時に発券機に表示されている番号を覚えて、置かなくてはならない。日立電鉄交通サービス、現、茨城交通日立オフィス。ヨーロッパで、 整理券が採用されている例としては、スペインのアバントがあるが、この整理券は窓口でのチケット購入時に、あらかじめ発券機で発行するもので、発券後、整理券番号に従って、窓口でのチケットの購入手続きが行われるよう導入されているものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。